こういうふうに入るか、はい、あ、なるほど、あの自然に太刀がこう腕にこう垂れ下がってくるように入るか、はい、ここに持ってきちゃうか、そういうところでというところなんです。あの握るとあのこういうふうに入るんですよね、はい、あのまあ、ちょっとこれ大げさですけど、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。この形をこう崩さないんです、はい、こういう形ですね、はい、ありがとうございます。まあ、その力を使わないように抜いて入るんですね、はい、で、まあ、上腕はあの耳の位置までこう振りかぶってくるんで、まああのまあ、肩上がってくるんですけど、出だしであのその肩をこう上げてこういうことはしないんですよね、うん、手で入らないってことですよね。入らない。下着は全くこれでスーッて入ってるんですけど、そのあたりは意識されてるんですか？あの、はい、意識してます。でも多分私もまだこれ不十分なんですよね。多分あの振りかぶった時に多分、まあ、両肘はこれ完全伸展なんで、これ曲がるとどっちかに太刀がこう寄ってくる、こういう、あでこの太刀は今こう左側帯にあって、あのこの太刀を振り下ろしてくるのはそのそうね、これ広背筋というんですかね、まあ、こうあの落として、それにこの左手を塚頭まで人これでまっすぐ太刀を頭の後ろから振り下ろしてくるんです。あの右手で真ん中こう持ってきて、こういうことはしてないんですよね、っていうことなんですよ。右手を使わないっていうのは、あのその体さばきに左手を合わせるっていう、こう緩めればあの、まあ、切っ先が右斜め下下段にこう自然に落ちるんで、はい、ただあのこう中心からこうずれないように、あとはまあ肘はまあこれは左同様伸ばしたままですね、こう入ってきて、でこのままこう振りかぶってきて、こう切り手は維持したまま左手を塚頭まで、ね、これは崩さないんですよね。このまま太刀を振り下ろしてきて、でこれまたこれ握り直すと崩れてないですよね。ですね、っていうことです、はい、ありがとうございます。あのああじゃあこういう線使ってやるといいんですけど、あの後輩あの親指が一直線上線で、膝がふくらはぎ水平ですね。でこうペタッとこう足つかないようにかかとちょっとこう浮かせてるんですよね。膝直角でふくらはぎ水平で、で腰こういう形ですね。まあ、大体今こういう重心の位置なんで、はい、で、塚頭は指3本ですね。まあ、こう包むように、でこう塚水平に、で、腕これダメなやつで。腕こう回してこうやりますと、これ脇は組んで、脇は締めたまま左手は右手に添えるように、切り手から切り手に、でこれは上げないんですね。もうこういうふうに下で返して一つで、二で肘は伸ばしたまま上腕が耳の位置まで振りかぶって、こういう形ですね。でこれ肘伸ばしてで、そこからこれね、あの胸をこう抜くっていう、まあ、抜くっていう意識で左手を塚頭まで滑らせながら人を左手が塚頭に入った時に太刀の振り下ろしが終わるんですね、
1で返して、で2で肘は伸ばしたまま、でこれは耳の位置ですね。で左手を柄頭まで滑らせていきながら太刀を振り下ろしていきます。これは切り手はこれ維持したまま、これもう動かさないんですよね。そうしますと、これ今こう返しながら上がっていっちゃうんで、はい、第一動作でまずこれ返すんです。脇こう開けないように、あとはこう前腕がこう腕がこう回転しないように脇を締めて手首を返すんです。脇を締めて手首を返す、人をこれ左手はこれ右手にこうつか滑らせながら柔らかくですね。で勃拳の勃拳をもうこう軽く、もう本当抜けない程度の最小限のこう支えで、はい、で上腕が耳の位置まで振りかぶって、そうしますとこれ握りが硬いところで太刀がこれ上腕にこれ寄ってこないんで、もっとこれ軽くなんですね。もっと軽く、はい、勃拳の動きをこう邪魔しないように、で腕をこれ柄頭人をこれを合わせるんです。でこれまあ曽祖父の教えで勃拳の右手は勃拳の重さを測るぐらい軽くって、うん、はい、これに握っちゃいますと指で引っ掛けると壁これ障子でぶっこいやぶち破っちゃうんで、で切り手にクッとこれ返して、脇は締めて切り手から切り手にクッとこれ返して、で肘はこれ伸ばしたまま、でこの上がった肩がこれを肩を支点にしないように、この肩をこう落として、それに柄頭が水平に入った時にこれ左手が柄頭にこれピタッとこれを合わせるんです。合わせる、はい、でこうまっすぐ入ってきて、でまあこう立ちこれ右手右足これ同時ですね。で今切っ先と親指がこれ同じ線上にこれ今これ入ってきてるんですけど、で腰は回さずに居合腰に、これは腰回さないんですね、こういうふうに。そうしますとこう左膝をこう内側に折るように、でこれで今親指が一直線上に、でまあ姿勢はこうで胸はこう張らずにこう抜いた状態で、でこう肘伸ばしてください。でそうしますと腰回しますとこういうふうにこう正面向いちゃうんで、これ正面じゃないんですよね、やや半身、左膝を折るように内側に向かう、そうですね。で左手と左足がこれ同時ですね。でそうしますとこれ左手これ次第一動作でここを滑らせますよね、はい、右手まで人を打つ、その時にこの肩を左肩を出すなって言われてるんですよね。まあ大体人間ってこう完全に対称じゃないですけど、はい、まあ大体こう手の長さ腕の長さって同じなんで、はい、どうしてもこういう構え取りますと肩がこれ前に出てくるんですよね、こういうふうに、はい、それを出さないようにって、だ相当体がこれ使えないとこの素振りの第一動作もできないんです。あとはまあ切り手は切りもう こっち右手は切り手を維持して両肘は完全伸展ですよね、まあ、これは絶対条件なんで、はい、で足も左足もこれ開いちゃってるんで、そうしますとこういう足こうすり足でこう入ってきて、これ閉じると、まあ、大体こう土踏まずの位置に、まあ、こう一文字に、
で膝をぐるーっとこう内側にこう折ってくるとピタッとこう親指が一直線にこういう位置なんですよね。まあ、本当にこう、まあ、中腰で大丈夫ですのではないと、ここからこう入っていきます。こう手のひら上向けないんですよね。このままこう垂らしてきて、こういう形ですよ。これ握り直しますと、こう崩れてないんで。ずれました。これちょっとこう 手首使ってこういうことしますと、あのこれ、うん、このままあの、まあ、手を緩めて、で左手はこれで一緒ですね、こう右手にこう添えるように、でこのまま振りかぶってきて、で左手を柄頭まで、っていうところですかね。体の使い方はこっち側に全部同じですか。外側、内側と外側の。あ、同じです。はい。一、二、三。で、今度右ですね。一、二、三。でもなんかあの形いいです。あの結構あの本当にあのもう 何回かあの稽古来られてて、でもまだちょっとこう居合い腰とかもなんか こうなっちゃったりとか、そういう方いらっしゃるんで、ああいうふうにスムーズにつながらないと思うんですよ。何かコツはありますか。コツ、まあ、コツっていうか、まあ、その三調子の素振りができるかですよね。あの三調子の素振りがこう慣れてきて、であのこう、まあ、二調子の素振りをやった時に、あのやはりその第一動作が終わる前にこう振りかぶってきちゃうんで、でその下でこう切っ先がこう丸くこういうあの腕にこう寄せてくるようなこういう素振りになっちゃうんです。外側の時のちょっと悪い形っていうと、いい例のとこなんで、これ、まあちょまあ、じゃあ これがあのまああれですよね。こう入ってきて、これちょっと手使いますと、こういう。左右両方やるっていうのは、あれこれは深部感のなんか特徴なんですか。まあ、左なんかは特に丁寧にっていうのはあの言ってたことありますよね。まあ、右はもう本当緩めれば自然にこう垂れ下がってくるんで、まあ、左の方がどうしてもやっぱこうちょっと支えがちというか、やっぱこう指を引っ掛けていって、あのこう柔らかく柔らかくって言ってね、あのこう入ってきてても、でもこれもうこれ支えちゃってるんですよね、指で。あ、だからそういう難しさがあるんで、こういうのもみっともないんで、やっぱりあのちゃんとあのこうにあの棒をこうに握った形で、あのこうスッとこう。あの落ちるように、であのこう上腕がこれ腕が上がってくるとこう自然にこう太刀がこう垂れ下がってくるんですよね、上腕に。それはあのこうちょっとこう支えちゃいますと、こういうふうになかなかこう切っ先がこう垂れずにっていう、まあ、そういうあれがあるんです。あのこう支えちゃっててこう入ってこないんですよね、腕に。先生、あのこの上げる時のここにこのタッチは接してるんですか、これ。なんで、まあ、あんまりなんかそのかあの形にとらわれずに、そのあの僕あのその体さばきによってこのタッチがこう振り上があの垂れ下がってくるんで、まあ、そういうなんかこうタじゃあタッチをこういうふうにあの腕にこういうふうに乗せるようにっていうと、またそれはそれで誤解になっちゃいますよね。まあ、チーナとかなんかそういう勃拳の動きをこう邪魔しないように、まあ、その体さばきを意識してっていう、まあ、そういう言い方してましたよね。あの振るっていう行為はうちはダメなので、あの体さばきでその太刀を、まあまああのまあ、説明ではあの振り下ろすって言ってますけど、何か手で
こういうことはやってないんで、ね、あのもうこう右手はこれ何もしてないんですよね。あのこう腕のこう上下運動と、ここから左手を、なんでこの太刀はこう左手一本で こっちで振り下ろしてるんですよね。いわゆるこうビュンビュンっていう風切り音が出るのは、これは NG なんですか、加速っていうことですか。ああ、そういうのもありましたね。あのなんかちあの だいたいあのこうおなんていうんですか、おっぷってやるやつってここら辺でなるんですよね。だあのゆっくり正しくその動けるようになると、あのその出だしで風がピッとあのここら辺で風切るんですよ。まあ、そういうなんか稽古も してたことありましたよね。大体あのこういうあのなんか叩いてやるやつはあの ここら辺でなるんですよね。途中であのここからあのからトップスピードにしてポッてやるんじゃないですか。加速度運動にならないように、はい、あとはもう本当柔らかくっていう、柔らかくって、まあ、そういう感じですかね。先生としては力を一切もう振ってるときに注視入れてない、筋肉を使う、まあ、そういうあの意識はしてます。あの力はその使わないようにっていう。この振ってるときにあのどこかの筋肉を使ってるとかそういう意識もないですか。そんなにまあこういいそういう、まあ、意識してっていうか、まあまあ、そういうのも意識し、そういうのも意識しないでこう動けるようになればなれれば理想ですよね。まあ、よくあの何ですか、あのこっちの外側のこっちの筋肉じゃなくてこっちが正しくあの構えられるとこっちが張ってくるとかって、まあ、まあそういうなんかことの、まあ、父言ってましたけど、でもまあ実際まあ私もやっぱこっち張ってきますよね。だからまだまだ、まあ、そういう構えとかもまだ甘いのかなっていう感じ、まだまあそういうのも本当は、まあ、傾向ですよね。ちなみにこの一連の動作が深部感の入り口的な部分ですかね。まずはまっすぐ素振りですよね。なんか気をつけるというか覚えるべきポイント的な、であのとりあえずあの肘は絶対に曲げないってことですよね。まあ、あのこう入って肘こう一回曲げてまた肘伸ばしてって、これ動作的にも遅いですよね。あのなんで まずこう肘は曲げないっていうことですよ。理論からすると、まあ、そういう足も なんかこう蹴ってとかなんかちょっと膝とかこうでなんかバランス取ってって、そういう、まあ、無足の方に従ってこう床は本当にあのちょっとこうふっとこうベターっとこうあの足こうつけないように、まあ そ, のまあ、そこに今いつかないってことですよね。だからちょっとこう自分でこう重心の位置なんかこう変えてあのバランスよく、あの足がちょっと左足疲れてきたからっていう、こう右足に乗ったりとかそういうなんていうんですか、そうするともうこれ左足右足にこう乗っちゃってるんで、これこう死んじゃってますよね。これ何か相手がなんかこう切ってきた時にこれちょっとこう軽くこういう重心の位置なんで、まあ、あの足っていうかまあこう腰構えですよね。あのこう腰を折ってこういうあのちょっとこう何ですか、反動をつけてあの、まあ、太刀をこう振ったりとか、まあ、足っていうよりかまあこう腰構えをこう気をつけてっていう、まあ、まあそういうところですかね。はい、何もない時にこう組んでいけるよみたいなのがあったりしますかね。まあ、遊び稽古ではまあそういうのをそういう稽古してますよね。ちょっと相手にこう受け付けてもらって、この腕が下ろせるかっていう、そのこう筋肉をこう締めないようにこう緊張させないようにで、こう肩支点にしてこういう作らない、こっちはこう抜くっていう意識で、まあ、まあ私のはよく父にその、まあ、形もまあとりあえず、まあ、そういうダメなあれじゃなかったんで、 あとはもう回数振ってりゃうまくなるよみたいな、だそう、まあ、そういうのは言われたことありますよね。そんなにこう回数でもそういうのって多分不安ってあると思うんですよね。あの
回数振っててもこれが本当に正しいのかっていう。でもたまになんかこう私が上でこう稽古してるとあのドドドドってこう下からあの父が上がってきてでチラッとこう見てで「ああであのそれやってんのか」みたいに でそのまままたさってまた行っちゃうんですよね。まあまあそういう意味ではまあうまく形は取れてるのかなっていう、まあ、そのまああれはありましたけど、やっぱり振ってるとやっぱこう力み感がこうやっぱ感じるというか、やっぱりあんまりまあ本数っていうよりかは正しくその一本腰しっかり落として振れるかっていうところですよね。